サプーアフィクサプーアフィク干渉の位置サプーアフィク干渉は太平洋北西部カロリン諸島の干渉。一般的にガートック干渉として知られている。ミクロネシア連邦ポンペイ州に属しており村が存在する。ポンペイ島の干渉南西部から1 4 0トル南西に位置しており、干渉内には10個の島が存在する。 サプアフィック干渉から南西 330km ほどの位置にヌクオロ干渉が西に 370km ほどの位置にルクノール干渉が存在する。最大かつ唯一定住者が住む島はヌガティク、アリニ西の端に存在する。干渉は 22.5km ほどの長さで幅が 9.6km ほどである。ーは7 8 5 9ほどになっており、 干渉全域の面積は1 1 4トルになっている。10の島の総土地面積は1 7 5トルであり、本島のヌガティクは0 9 1トルの面積であり、それ以外の島々は半分以下の面積である。ヌガティクが唯一の定住者の住む島であり、残る島のうち比較的大きな6島は、ココヤシやタロイモの生産、家畜の飼育などに利用されている。 これらの島の避難所として合計12棟の建物がある。ヌガティクから時計回りに以下の島が存在する。ヌガティク島にサプーアフィク民間飛行場がある。海岸侵食により、島から滑走路が約20メートル離れているため、乗客は島との間をボートで行き来する。人口は2010年の時点で433人であった。 文化は最も近い土地であるポンペイに似ているが、独自の特性も保持している。現地のクレオール言語であるヌガティククレオールは1873年のヌガティク虐殺の結果生み出された。ヌガティク虐殺では、オーストラリア人の船長 CH ハートとポンペイ人戦士などが乗る船の船員によって男性住民が全滅させられている。 いくらかの欧州人とポンペイ人は島内に再度植民し、地元の住民を妻とした。この結果、現地にはポンペイ語のサプアフィック方言と英語の混ざった新しい文化と言語が生まれた。ヌガディククレオールは男性のみが話す言語であり、すべての住民がポンペイ語に非常に類似したヌガディク語を喋る。 西欧人による初発見は1773年4月6日であり、ヌエストラ・セイニオラ・デラ・コンスレイ・シアン・号、略称ブエンフィンに乗った、スペイン人の海軍将校、フェリペ・トンプソンがマニラから、ナヤリット・シューサンブラスへの航路の途中で見つけた。トンプソンはこの島をスペイン語で勇敢な島を意味する、ロス・バリン・テイスとして記している。ありがとうございます。